月16日に急性心不全のため亡くなった歌手、本名、木本達夫。享年63歳の通夜が25日午後6時よりしめやかに営まれ、他、多くの著名人、ファン、関係者が訪れ、故人との別れを惜しんだ。祭壇は、1974年に、ソロ歌手で日本初となる、単独野球場。コンサートを開催した、大阪球場を再現。外野スタンドを用い、に照明や色鮮やかな花が約1000本が添えられ、西条さんが常に愛用したマイクとスタンドも飾られた。遺影は2001年に津波影。西条には郷ひろみ62、野口五郎62とともに撮影した慎吾さんやのサンショット写真が大きく設置され、ファン向けの祭壇も特設された。開始時刻前から長蛇の列が作られ、3列していた50代の女性は、あまりにも突然でびっくりしました。彼が残した功績は、改めてすごい。最後に、ありがとうを伝えたい。話していた。法名は、おさむ音韻尺、秀樹、周音韻尺秀樹。おさむは、父親の名前から一文字を取り、音は、音楽界で。歌を通じて、世界中の人たちに夢を与えた偉大な功績を表した。そし、秀樹の名は芸名として長く親しまれ、読み方もそのまま法。何したという。西条さんは広島県出身。1972年に恋する季節で歌手デビュー。翌年にはちぎれた愛。その後もヤングマン、YMCA をはじめ、バラの鎖、ギャランドなどの人気曲を歌った。また、トップアイドルの仲間入りを果たし、里、野口と共に、慎吾さんやと呼ばれた。48歳だった2003年、56歳だった2011年にも、脳梗塞を発。症。二度目の脳梗塞では、右半身麻痺という後遺症を負ったが、復帰に向けて、リハビリに励んでいた。